BSS の木野村直子です今日ご紹介するのは与那子市に伝わる中海にいた海坊主という民話です原作立花書院脚本譲葉智恵絵寺戸義信内田美紀代です中海では昔からたくさんの魚や貝が採れ 漁師の人たちは毎日とれた獲物をこの辺りで売り暮らしておりましたしかしどうしたことか近頃だんだん魚や貝などがとれなくなり漁師の人たちも困っていましたそんな時のことですその頃、夜米子では春と秋に神社で草相撲が開かれ大変にぎわいました相撲大会は、 この辺りの人たちの大きな楽しみで、この日には各地から力自慢の若者が集まり、お互いの技を競い合っていました。中海に面した彦名からも、村一番の力持ちという一人の若者が、この相撲大会に参加しました。若者は宝器の国から集まった力自慢を次々倒し、 予想以上の強い実力を見せました相撲大会が終わり商品をたくさんもらって「えへん俺は米子でも自慢のガイな力持ちだぞ」と思うと嬉しくてたまらず鼻歌を歌いながら彦名への道を歩いていましたすると後ろから何やら声がします おーいお前若者君の悪い低い声で呼びかけるのです振り返ってみると誰もいませんおーいお前相撲が強いのか振り返ってみるのですがやっぱり誰もいませんお前相撲が強いのか若者は 中海の狐に化かされているようで、気味が悪くなって、道端の足の木陰に隠れました。おーい、どこに隠れてもお尻が丸見えだぞ。声の主がどこにいるのか、やはり姿が見えません。おーい、若者どうだい この俺と相撲を取ってみないかというといきなり若者の前に現れたのは全身が真っ黒でどこが口でどこが目なのかさっぱりわからないまるでタコ入道のような妖怪でした。お前俺を見て驚いているようだがもし俺に勝てば強いことを認めてやろう。 別にタコ入道に認めてもらおうとは思ってもいないし妖怪に認めてもらったところで何の役にも立ちそうにないと若者は思いました <laughs> お前俺に勝っても嬉しくないと思っているな何の役にも立たないと思っているなそうだろう 若者は今自分が心の中で思ったことが全部読まれていることに驚きました。お前が勝ったらこの中海でもっと魚が取れるようにしてやってもよいぞ。そういえばこの頃は中海で魚が取れなくなったと漁師が嘆いていたな。この妖怪に勝てば本当に魚がたくさん取れるのだろうか。 俺のことを疑っているようだが、人間よりはマシだ。お前の願い通り、この海で魚がたくさん取れるようにしてやるぞ。どうだよし、わかった。俺はこの米子でも自慢の力持ちだ。勝負してやろう。よし、決まった。妖怪は嬉しそうに大声をあげました。 若者は足の空き地に棒で円を描き、土俵を作りました。土俵の外に出たら負けで、投げ飛ばされても負けだぞ。はっけおい、残ったの声で二人が立ち上がりました。若者は得意の突っ張りで攻撃しようとぶつかっていきました。しかし、 妖怪の体はヌルヌルしていて両手が滑り、どうにも力が入らないのです。今度は妖怪が上手投げをかけてきたが、力自慢の若者の体も動きません。妖怪は予想以上の力持ちで両者譲らず、なんと2時間経っても勝負がつきません。その時でした。 それまで雲に隠れていた太陽が現れ強い日差しが降り注ぎましたすると妖怪の体からスーッと力が抜け急に軽くなりました「今だえー、い!」若者は力を込めて妖怪を投げ飛ばしました妖怪は力なくばったりと。 砂の上に倒れました。どうだ参いったかしかしそれにしてもこいつは一体何者だろう若者はぐったりした妖怪を縛り上げ彦名まで連れて帰りましたすると物知りじいさんが言いましたなーんとこいつは海坊主という妖怪だ 中海で漁師が遭難したり泳いでいる子どもたちが足を引っ張られて溺れたりするのはこいつのせいだ。早く殺してしまえ。近頃魚や貝がさっぱり取れないのもこいつのせいに違いないぞ。漁師たちは口々に言いました。若者は一生懸命相撲をした相手をどうしても憎むことができません。 ましてやどうして殺すことなど若者は弱った海坊主を抱くと中海にそっと逃がしてやることにしましたなあ海坊主もう暴れるんじゃないぞ早く元気になれよ若者に礼を言うと海坊主はゆっくりと海の中に消えて行きましたそれからというもの 約束通り中海ではまた以前のように魚や貝がたくさん取れるようになったということです。おしまい。